日本舞踊は華やかな舞台が知られていますが、その一回の舞台を無事に務めるために私たちは日々お稽古を重ねています。基本を大切に繰り返し、演目や役柄に近づけていきます。本日はそのお稽古の一部を画面を通して体験していただこうと思います。お稽古場に着いたら、まずは先生にご挨拶。おはようございます。はい、おはようございます。はい、どうぞ。浴衣などお稽古着に着替えます。今日は藤の花をお稽古します。その1、振りの説明を聞きながら一緒に。踊りはまずは真似っこです。先生の手足の動きをよく見ながら真似て動きましょう。はい、これで少し待ちました。藤って聞いたら、はい、1、2、3、4、5、はい、ポーンと投げ出したときに右足を出します。はい、お首が左から1つ、2つ、3つ。はい、後ろに行くときに、まず後ろ向いたら、はい、右左と2本、はい、お胸につけますよ、先生。そう。はい、下を見ますよ、1つ。はい、この反対側の下、はい、2つ。はい、戻して、足を後ろにくっつけるときに頭の上です。はい、下のお魚さん見ます。はい、鯉がね、いるからね、鯉を見て、はい、もう一度センスを開けて、お胸につけて、首が右から1、2、3、しっかりお膝曲げて、はい、それでもう一回下から上げて顔の横。藤の花、その2、音に合わせて同じ向きで踊ってみましょう。藤の花、その4、先生と向かい合って踊ってみましょう。前からの形も確認しながら音に合わせて踊ります。1番と2番を踊ってみましょう。Thank you.
お目目しっかり見てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、戻ります。はい、はい、上手でした。皆様、楽しんでいただけましたでしょうか。体も頭もフルに動かす踊りは楽しいものです。学校やその他の会場で皆さんにも体験していただけますのを楽しみにしております。